父さん、ご気分はいかがですか？うん、だいぶいいよ。ただ、咳が止まらないな。今日、医者に入院を勧められたよ。入院？それはしない方がいいです。病院は施設が悪いくせに、儲けることばかり考えて入院を勧めているんです。私も断ったよ。自分の家の方が安心していられる。胸の痛みもなくなったし、手の腫れもだいぶ引いたみたいだ。父さん、早く元気になってください。本当に。ところで、ディオ、ジョジョ、ラグビー大会優勝おめでとう。え？もう知ってるんですか？大学の友人がさっき来て教えてくれたよ。ひどい友人をお持ちです。僕らは真っ先に喜ぶ顔が見たくてすっ飛んで帰ってきたのに。でもジョジョ、優勝できたのは君のおかげさ。そんなことはないさ。ディオのトライが決まったから優勝できたんじゃないか。いいではないか。どちらでも、二人ともよく頑張った。素晴らしい息子たちだ。ディオ、君は特に頑張った。卒業したらなりたいものになるがいい。援助は惜しまない。君は私の家族なんだからね。貧しい出身のこの僕にチャンスを与えてくれてありがとうございます。ますます励みたいと思います。ディオが正式な養子になり、僕の父をジョースター教でなくお父さんと呼ぶようになってどのくらい経っただろう。7年か。あれから7年も経つ。ディオは親しい友人のように接してくるが、正直僕は彼に対して友情を感じていない。ディオが言ってたな、考古学が金になるのかいって。彼らしい言葉だ。しかも的を射ている。だが僕は魅力を感じてきた。この仮面の血だけに反応し、精巧な仕掛けで作動する僕だけが知る秘密。この仮面を作った者は一体何を考え、何を目的として制作したのだろう。そして何よりも、覚えていない亡き母が旅行中に買ったという死母の帳もある。しまった。高価なものでなくてよかった。父の本の間に古い手紙。ダリオ・ブランド。ダリオ・ブランドだって。ディオのお父さんの名だ。ディオのお父さんが僕の父さんに宛てた手紙。7年前だ。こんなとこに紛れていたのか。そういや、ディオの父さんが死を覚悟してこの手紙をくれたんだったな。死の直前というのはどんな文章を書くのだろう。読みたい。7年前のだ。読んでも構わんだろう。いつもすみません、ディオさん。薬をあげることぐらいたやすいさ。年は取りたくありませんな。階段を登るのが結構苦になりました。なに、構わんよ。ディオ、今その薬
どうした？7年前、君のお父さんが出した手紙、偶然見つけたよ。よも、私は今、病にあります。多分死ぬでしょう。わかるのです。病名はわかりませんが、心臓が痛み、指が腫れ、咳が止まりません。私が死んだら、どうか。息子のディオを、僕の父さんと同じ症状だ。一体これはどういうことだ。ディオ、君はいつも父さんに薬を運んでいたのかい。おいおい、一体何を言い出すんだ。答えろ。ああ、そうだ。それに僕の実の父と病状が同じだったかもしれない。君は一体何が言いたい。その薬、調べさせてもらう。ジョージョ、その薬を調べるということは我々の友情を疑うこと。友情を失うぞ。ディオの目に威圧されて目を伏せてしまった。これもあくまで疑惑に過ぎず、僕の心にも確信がまるでないからだ。しかしディオの気持ちを試す方法が一つだけある。ジョジョ、その薬を盆の上に戻せよ。そしたら君の馬鹿げた考えのことは忘れよう。ディオ、紳士として君の実の父ブランドー氏の名誉にかけて誓ってくれ。自分の潔白を。自分の父親に誓えるなら、僕はこの薬を盆の上に戻し、二度とこの話はしない。もし僕の恐ろしい推理通り自分の父親を毒殺しているなら、何らかの反応を見せるはず。いや、彼の誇りに対する性格から誓いはできないはずだ。ディオ、さあ誓ってくれ。誓いか。いや、俺の前であいつの話はするな。あいつの名誉に誓うだと勘違いするな。あんなクズに名誉などあるものか！ジョジョ、薬を戻せ。そして手紙を渡すんだ。君への疑惑が確信に変わったぞ。ディオ、君の動揺と憎悪は普通じゃない。君と実の父親の間に何があったのかは知らんが、君は父親を殺害している。俺に可能性を。俺の父親はゴミのような男だった。母に苦労をかけ、そのために母は死んだ。あいつの血がこの体に流れていると思うだけで気が狂いそうになる。あいつは死に値する。そう、終わりだ。僕も子供に意志になるな。終わりだ。
俺にかなうと思ったの、愚か者が。終わりだ、愚か者が。終わりだ、愚か者が。愚か者が。愚か者が。いい日になるなよ。よくもこの俺にかなうと思ったから。いい日になるなよ。終わりだ、終わりだ。まだまだ。愚か者が、愚か者が。よくもこの俺に、愚か者が。いい日になるなよ。俺にかなうと思った。俺にかなうと思った。いい日になるなよ。終わりだ、終わりだ。その程度か。終わりだ。まだまだ。愚か者が。終わりだ。そう。俺にかなうと思った。いい日になるなよ。終わりだ。これにかなうと思った。いい日になるなよ。爆発力なんだ。怖いな。待てよ。怖いな。これにかなうと思った。いい日になるなよ。くそ。愚か者が。おいにかなうと思った。いい日になるなよ。愚か者が。まだまだ。いい日になるなよ。愚か者が。いい日になるなよ。俺にかなうと思ったか。よくもこの俺にかなうと思ったか。いい日になるなよ。愚か者が、愚か者が。終わりだ。俺にかなうと思ったか。いい日になるなよ。俺にかなうと思ったか。はあくまでこの家の財産、完全犯罪でなくてはならん。それにあの東洋の毒薬、そう簡単に西洋医学で分析などできるものか。証拠をつかむまで時間がかかるはず。君のこの7年間の考えが分かった。僕らには最初から友情などなかった。そして父にはもう近づけさせん。この薬を分析して必ず刑務所に送り込んでやるぞ。ディオ、今度は何を考えている。だが君がどう出ようと僕は戦うぞ。僕はジョー・スター家のジョナサン・ジョー・スターだ。もうちょっとで財産が手に入るというところだったのに。手紙など見つかったのは何かの前兆か。だがもう引くことはできない。ジョジョが薬の証拠をつかむのに3日と見た。3日の間にジョジョを何とか始末せねば。
殺せ。